どうも皆さん、お世話になっております。ここまでございます。ということで、今回は、ボールパイソンのラックですね。もうすでに、まあ、変わってる点があるんですけども、まあ、どこだかわかりますでしょうか。右にあるのが、まあ、前回ね、作ったボールパイソン用のスネークラックですね。はい、こんな感じで、だいたい奥行き60から70センチぐらいは、あるかな。70センチないぐらい。なんだよ。ポンって顔だけ出して。なんか、出る気はないみたいですね。はい、こちらね、ラックを前回作ったわけですが、なんとね、みんな結構ね、大きくなってきてしまって、この上のレフテールボックスだと、もうね、ケージがちっちゃくなってきてしまう子がね、まあ、出てきたので、まあ、あとね、女の子で、もともとね、大きく育ちたい子とか、ね、もうね、新しく仲間に加わったので、はい、今回はこの一番下に、衣装ケースをね、増設しました。まだ中にね、整体は入ってないんですけども、まあ、こんな感じで、まあ、大きさ的には、このワイド、これね、レフタイルボックスとワイドも使ってるんですけども、このワイドをね、もう一回り二回りぐらいね、大きくした感じです。で、今ね、うちにはだいたい 600g ぐらいから、まあ、800g ぐらいの子が、多いので、ちょっとね、上のレフタイルボックスだと物足りないということで、まあ、特にね、メスでね、成長してきた子たちをちょっとね、引っ越してあげようかなと。思います。まあ、もうね、その子の水入れだけちょっと入ってる。まだね、整体だけ入ってないんですけども。こんな感じで、まあ、地震対策をね、して、メンテナンスするときはね、下ろしてあげる感じですね。まあ、ちゃんとつけております。で、はいはいはい。ちょっとね、下を見ていただくとわかると思うんですけど、ちょっとね、ラックから出っ張ってしまって、収まってないので、メンテナンスするときに大変なんですよね。うん。これちょっと蓋なんでっていうか、パッて開けるタイプなんで、スライド好きじゃないんで、引き出さないといけないんですよね。なんで今回は、本当はね、こんぐらいの高さの台を作ってあげればいいんですけども、とりあえずですよ。このジャンプが、ミラクルフィットしたので、このジャンプ2冊と、ジャンプ2冊と、ね、このスタイルフォームの厚さがね、ちょうど、ね、ミラクルフィットしたので、これをね、ちょっととりあえず、引いてあげて、まぁ、あ、こんな感じでね、まあ、使っていこうかなと思います。まぁ、あ、おいおいね、なんか、適当に木材組み立てて、作ってあげようかなとは思ってるんですけども、まあ、とりあえずはこれで、ちょっとね、やらせてくださいということで。で、この衣装ケースはですね、もうすでに穴を開けまして、側面に穴を開けまして、まあ、綺麗にね、洗浄して、もうすぐね、使える状態にしてあります。まあ、ちょっと穴開けすぎたかなと思ったんですけど、まあ、蓋してるんで、前のね、そのレフタイルボックスだと、めちゃめちゃ天板にも穴が開いてるんで、天板。にもね、めちゃめちゃ穴が開いてるんで、こんな感じでね、ちょっとね、ボールパイソンを買うには、まあ、適してないって言ったらあれですけど、逆にね、この側面の穴だけだとちょっと少ないので、ちょっとね、もうちょっと穴がね、塞がってたらいいなっていうのがあったので、まあ、とりあえずね、こちらは側面だけね、穴を開けまして、ね、この蓋をする感じになります。これでね、湿度もいい感じにキープできるんじゃないでしょうかということで。じゃあね、ここに出る子たちを持ってきましょうか。はい、ということで、1匹目、パステルレオパードクラウの女の子です。ね、めちゃめちゃさっきまでシューシューしてたんですけど。はい。まあ、こんな感じで、いい子ですね。まあ、餌食いもめちゃくちゃ良くて、まあ、まだ半年ぐらいなんでね。もっともっと食べて成長してくれると思うんですけども、もうね、結構大きいので、ね、期待も込めて、はい、ここでね、チェックしてあげようかなと思います。
まあなんかね、また餌食いがね、悪くなったとか、ちょっと調子悪いなと思ったら、狭いケージに戻そうと思うんですけども、まあまあまあ、ない限りは、ね、ここで飼育してあげようかなと。はい、次の子、ケランの子は、マホガニースパイダー、ヘテロパイの女の子です。はいはい、もう一昨年の、年末ぐらいにお迎えしたので、1歳は超えてて、どんぐらいなんだろうね。もうちょっと1歳半ぐらいになるのかな。ね。なので、まああと半年ぐらい、まあしっかり育てて、まああわよくば、ね、今年中に、ちょっと繁殖をね、狙える子になります。まあまだね、ちょっとサイズがないので、まあ月齢も経ってないし、まあまあじっくりじっくりって感じなんですけども、まあ大きくなり次第ね、ちょっと今年、ね、期待できる子ですね。まあ一番ね、ちょっと狙ってるモルフでもあるので、ここがね、魔法が人界の男の子とかけて、ちょっとね、夢のスマパイをね、目指していこうかなと、いう子ですね。最近ちょっとね、気色から抜けて、まあ久しぶりにもどんどん上がってきたので、うん、まあここでね、ちょっと、ケージ変えて、久しぶりに落ちたとかね、ちょっと嫌なんですけども、まあまあまあ、そうならない限りはちょっと、ね、このちょっと広めのケージで、ケージ、衣装ケースで、飼育してあげようかなと。いうところで、うん。まだね、1キロ行ってないぐらいかな。うん、1キロ行ってないぐらいなんで、もうちょっとね、頑張って、頑張ろう。ね。じゃあ、この子、この子めちゃめちゃいい子ですね。ね。はい、ちなみに、この子が、旦那さんですね。おくろくんです。魔法ガニーパイ、ポッシブル、エンチかな。ポスエンチの男の子。この子もちょっとね、レプタイルボックスから、レプタイルボックス、ワイルにね、お引っ越ししました。本当に。ありがとうございます。ありがとうございます。この子もね、もうちょっと大きくしたいな。これ完全にもうね、もう年齢的にはね、繁殖できる年齢なんですけども、もうちょっと大きくしてあげたいなと思います。はい、ということで、いかがでしたでしょうか。まあ、いかがもそうもないと思うんですけども、こんな感じでね、衣装ケースだらけになってきましたね。ねえ。なんか、ボールパイソンの、ピークチャっぽくなってきたんじゃないでしょうか。ねえ。まあね、ちょっと、私事ですが、まあまあまあ、近々ね、ちょっと引っ越しも、考えてるので、まあ、あんまりね、たくさん変えてしまうと、また引っ越しの時にね、融通きかなくなってしまうので、まあまあ、しばらくはちょっとこの形で、ね、飼育していこうと思います。引っ越したらね、なんかスネークラックとか置きたいですね。大きめのやつ。はい、ということで、まあ、いろいろね、ちょっと夢も語りましたが、今日の動画はこれでおしまいにしたいと思います。本日もご視聴いただきありがとうございました。ぜひぜひね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。バイバイ。バイバイ。